テーマは現代青年の友人関係における適度な心理的距離をめぐって生じるジレンマの特徴を明らかにしようとするものです。山嵐ジレンマと呼ばれる心理学の専門用語があります。全身に長いトゲの生えた山嵐が寒い冬の朝に温め合おうとして近づき合うけれど、お互いのトゲが刺さって痛みを感じる、しかし離れると今度は寒さに耐えかねるという、人と人との心理的距離をめぐる葛藤を表した寓話から発せられた言葉です。私はこういったジレンマの特徴を研究しています。そこで実証的に明らかになったことは、現代青年が抱える多くのジレンマは実際に近づき合って互いのトゲで刺し合う痛みや離れる寒さを感じる以前に、あらかじめ自分の中に設定された適度さの基準以上に近づきすぎたくない、かといって離れすぎたくないというように自分の中で生じているものだということなんです。この研究を発表してから20年近く経ち、 SNS は大きな発展を遂げました。山嵐ジレンマは対面によるダイレクトな関係性の中だけでなく、 SNS 上の自己像、他者像との関係性においても生じていると考えられ、以前より複雑で高度なコミュニケーションが求められることで、心理的距離を意識する場面が増えているように思います。対面とは違う趣味の世界や活動などを SNS で発信することで、周囲の人があまり知らない多面的な自分の姿を伝えることができ、直接的な対面のやり取りではうまく伝えられないことや、異なる自分の側面も能動的に伝えられるということがあると思います。一方で、自分の充実した生活ぶりや意識の高さ、現実からかけ離れた自分の理想像をアピールするような投稿が続くと、投稿者も閲覧者も疲れてしまいます。終わりのない自己演出、自分の姿と照らすことで生じる劣等感や焦燥感は、相手との距離感をかえって遠く感じさせることにつながります。また相手が自分をどのくらい重要だと思っているかを推し量るためのツールとしての機能も持ち合わせてしまっているだけに、リアルな人間関係に負の影響を与えてしまうこともあります。学生たちにとって SNS というのは、日常のリアルな関係性や対人関係が基盤にあってこそ生かされるものなのだろうと感じます。実際の山嵐の群れを動物園で見たことがあります。寒い冬の日でしたが、彼らはぴったりと寄り添っていました。自分の体にトゲが生えていることが分かっている山嵐は、相手もそうであることが分かっていて、温め合うために互いのトゲを体にぴたりと寄り添わせ、差し合わないようにコントロールすることができているのです。人間はどうでしょうか。自分にも相手にもトゲが生えていることを認め合わず、差し合うことを恐れています。でも私たちが一人で生きていくことはできない以上、トゲを恐れて永遠に離れていることは現実的ではありません。 SNS で飛び交う言葉は、時として私たちのトゲの意味を持ちます。そのことを意識し、互いにそのトゲをコントロールするようなやり取りの中で、適度な心理的距離を取っていけるようになるといいですね。